こうして再び団地に戻ってきた僕たちだったが、肝心の轟さんは不在だった。中庭のゴミ、もといスクラップの山にもいなかったし、ドアをノックしても返事がない。室内からは物音もせず、誰かがいる形跡はなかった。昨日奥さんのことを尋ねた時、いなくなったと轟さんは言っていた。もしその言葉が本当なら、奥さんまで不在なのかもしれない。うわ、何この匂い。鴨泉警部補が顔をしかめた。すみません。匂いますか。匂いに敏感になっている僕と小暮さんが反射的に謝ったが、この部屋のことを言ってるのよ。ま、それ確かにあなたたちも匂うけどね。ぐうの音も出ない。あなたたち気がつかないの？すごい匂いがしてるわよ。獣臭っていうか、何かが腐ったような匂いとかも。そうですか。自分にはよく。警部補が敏感なのか、それとも僕たちが麻痺してしまっているのか、とにかく警部補は、これは異常よとまで言い出した。開けるわよ。え、そんな勝手に。妻はいなくなったっていう彼の言葉、どこまで信用できるのかしら。ひょっとしてフランシュタイがそこに、なんてこと、全くありえないって断言できる？できませんけど。でしょ、わかった。教鞭だと言えなくもなかったが、警部補はすでにドアノブに手をかけていた。一方、フランシュタイという言葉に小暮さんはすくんでいる。いろいろなことを想像してしまったに違いない。ガチャリとノブが回ると、錆びた耳障りな音を立てながらドアが開いた。鍵はかかってなかったようだ。すかさず鴨泉警部補が踏み込むと思ったら、僕たちに先に入れとのジェスチャーだ。小暮さんはすくんだままなので、ここは僕しかない。仕方なく僕は玄関の上がり場に足を入れた。轟さん、いらっしゃいませんか。我ながら間抜けだとは思う。しかしこれが一応の礼儀であろう。奥さん、いらっしゃいませんか。返事はない。ああ、もうイライラする。業を煮やした鴨泉警部補も入ってきた。小暮君、何やってるの。はい。急に3人に増え、玄関の上がり場は恐ろしく窮屈だ。本当に誰もいないみたいですよ。先輩、フランシュタイは。それもないみたいです。僕らがいる上がり場から室内の様子がよく見えた。まずは入ったところに小さなキッチンと4畳半の畳の部屋。家具は最低限のものしかなく、娯楽のためのものも小型テレビとラジオくらいしか見当たらない。しかし意外と几帳面な性格らしく、衣服などはきちんと畳んで置いてある。境の襖が開いており、その向こうの6畳間も今日ははっきり見えたのだが。ひどいわね、これは。ええ、確かに。僕たちが思わず顔を見合わせてしまうほど、そこの状態は惨憺たるものだった。襖は破れ、壁もあちこちに細い線のような傷が入っている。ゴミが散乱し、ひどいありさまだ。そして、肉のこびりついた骨も何本か転がっており、それが腐臭を発していた。人骨でしょうか。さあ、でも調べてみる必要があるわね。はい。と僕たちがその奥の間に上がりかけたその時だ。
いきなりドアが開き、轟さんが入ってきた。向こうは誰かいるとは想像もしていなかったのだろう。ぎょっと立ち止まり、僕たちを凝視した。あ、すみません。鍵が開いてたものでしたから。僕が慌てて謝ろうとしたが、それより早く。今朝方、女性の他殺体が見つかったことはご存知ですよね。鴨泉警部補がズバッと切り込んだ。じっと轟さんを見つめ、その反応、一挙手一投足を見逃さないという構えだ。それに対し、轟さんの顔に明らかに動揺が走った。俺じゃない。やっとのことでそう絞り出す。なぜかとても辛そうな表情で。不自然な反応だった。全く関係ないなら俺じゃないではないだろう。その瞬間、僕は確信した。轟さんは事件に何らかの関係があると。鴨泉警部補も同様らしく、俺じゃないとは誰だか知ってるってことですか。鋭い口調で重ねて追及。それに押され、轟さんはひるんだ表情をした。そしてもごもごと、下水道の怪物がやったんだ。下水道の怪物、確かにそう言ったように僕には聞こえた。鴨泉警部補が呆れた表情を浮かべる。あなたね、警察をバカにしてるの、と言いかけたのだろう。しかしその言葉が終わらぬうちに、轟さんはさっと駆け出してしまった。あ、急いでそれを小暮さんが追うが、上がり場が手狭だったためもつれてしまい、出遅れてしまう。その足音がみるみる遠ざかっていく。逃げた轟さんは小暮さんに任せることにしよう。僕が振り返ると、鴨泉警部補は携帯電話を取り出しているところだった。佐々木課長に電話を入れ、さっと事情を説明し、緊急手配を頼んでいる。無論僕も反対ではない。今の轟さんの態度、真犯人ではないかもしれないが、間違いなく何かを知っている。逃走の恐れもあると言わざるを得ず、緊急手配はやむを得まい。僕は改めて奥の六畳間に目をやった。荒れてはいるが、妙に閑散した部屋だ。何か妙な気がしてならない。しばらく眺め、それが何かに気づいた。骨の数が少なすぎるのだ。女性が同居している感じがしないのだ。壁や襖の傷が変なのだ。女性が同居している感じがしないのだ。そう、奥さんが同居していたというのに、その痕跡が全くない。兄弟といった女性特有の家具もない。畳んで置いてある衣服も男物ばかりで、奥さんの物らしき私物が一つも見当たらない。これはどうしたことだろう。そう思っていると、つかつかつかと鴨泉警部補が上がり込み、白手袋をはめた手で散乱している骨をビニール袋に入れ始めた。科捜研に鑑定を頼むわ。ドアが開き、小暮さんが戻ってきた。面目ありません、見失ってしまいました。しょんぼり肩を落としている。82歳とは思えないであります。小暮くん、なんで戻ってきたの。見失ったのなら見つかるまで探しなさい。は、はい。たちまち鴨泉警部補の叱責が飛び、小暮さんは再び駆け出していった。とは言うものの、結局轟さんは見つからなかった。小暮さんも団地内外をあちこち探し回ったようだが、成果はなかった。一応近藤さんにも尋ねてみたが、
トドロキさん？うん。知らないね。昨夜見たきりだよ。大きなポリタンク下げて川の方へ行こうとしてたけどね、その時は。という返答で、今トドロキさんがどこへ逃げたか、その心当たりもないという。応援の警察官が駆けつけてきて捜索に加わったが、トドロキさんの姿はどこにもなかった。トドロキさんの娘は大藪典子さんといい、もうだいぶ前に結婚し、現在は十日の離れた場所に住んでいた。もしかして轟さんが立ち寄ったかもしれないと思い、僕と小暮さんで直接訪ねてみることにした。だが出てきた典子さんは、あの人とはずっと連絡を取り合ってませんと、そっけなかった。民生委員の堂本さんも娘さんとは疎遠だと言っていたが、それは正しかったようだ。なぜ警察がそんなことを尋ねに来るのかも関係ないといった素振りで、とにかく父とは関わりを持ちたくないといった感じがありありだった。僕は尋ねた。差し出がましいかもしれませんが、少し冷たいんじゃないですか？ご心配とかされないんですか？何か轟さんと会ったんですか？ここは、ご心配とかされないんですか？しかし典子さんは、心配ですか？どうなろうが知ったことではありませんよ。そういう言い方をする。ずいぶん冷たい娘だと思われるかもしれませんが、正直言ってあの人に情を感じたことはありませんでした。身勝手な人で、母も私もずいぶん泣かされたものです。身勝手と言いますと？定職にもつこうとせず、あんなゴミ屋敷にしちゃって、ゴミ屋の娘、ゴミ娘ってどれだけいじめられたと思います？やめてくれって泣いて頼みましたよ、何度も何度も。ところがあの人は聞こうともしない。日本の将来がどうだとか言って、家族がどうなろうがお構いなしなんですね。それは今でも同じかもしれない。今の轟さんを見ていると、周りにどう思われているか気にも留めていないようだ。普通ならあまり波風立てないようにしようとか、近所とはうまくやっていこうとか、そういう配慮が多少なりとも働くものだ。社会の中を一人で生きていくのはつらい。ましてや年を取ってくるとそうだろう。なのに轟さんは自分から社会に背を向け、結果社会から背を向けられている。自分が蒔いた種だと言われればそうかもしれないが、それでもそういう暮らしぶりがたまらなくなることはないのだろうか。僕は警察官だ。警察官の仕事とは犯罪の摘発と防止だが、本当の役割は人と人をつなぐ、人と社会をつなぐことだと思っている。しかし今の日本では、轟さんのような多くの人を取りこぼしているのが現状ではないか。結果、他の人とも社会ともつながっていない人がどんどん増えていく。僕はどうすればいいのだろう。どうすればそういう人をうまくつないでいけるのだろう。身勝手だとおっしゃいましたが、暴力を振るわれていたとか、そういうのはどうでありましたか？小暮さんが典子さんに尋ねた。いえ、それはさすがにありませんでした。
のりこさんの表情は少し和らいだ。あくまでも自分勝手というだけで、乱暴だとか、そういう人ではありませんでした。人と争うことも嫌いでしたし、私も手を挙げられた覚えはありませんの。あの人が声を荒げるとしたら、よっぽどのことだと思います。そうでありますか。少し轟さんのイメージが違ってきた。初対面の時、頭ごなしに怒鳴られた覚えがあるので、粗暴な人だと思っていたが、それは思い込みだったかもしれない。もっとも僕たちも、現時点で、轟さんを一連の事件の犯人だと決めつけているわけではなかった。あくまでも可能性の一つとして、彼の行方を追っているだけだ。その点は間違えてはいけない。僕はもう一つ気になることを聞いてみた。轟さんは再婚なさってるみたいですが、ご存知ですか？それに対し、のりこさんは、私には関係ないことですから。今まで以上に素っ気なかった。そんな人がいるってことは聞いたことはありますよ。でも、どこの誰かも知りませんし、顔を見たことすらないんですから。疎遠だとは言うものの、時には連絡を取らなくてはいけないこともある。数年前に親戚の不幸があったとき、その件でのりこさんは一度だけ、轟さんを訪ねたそうだ。その時、もうすでに轟さんは誰かと暮らしている風だったという。当然、のりこさんは何も知らされていない。襖の閉まった奥の六畳間に人の気配があり、のりこさんは直感で女性だと感じた。そこで、女とのりこさんが尋ねると、女房とだけ轟さんは答えた。それだけだ。そうなの、でのりこさんも終わり。あの人が誰と再婚しようが、どうでもよかったとのりこさんは言う。そういう乾いた親子関係だった。のりこさんは、とことん愛想が尽きたといった顔で、僕たちに言った。もうあの人には関わりたくないです。いくら資産があろうと、縁を切ったんですから。資産ですか？その言葉が引っかかり、僕は思わず尋ね返した。轟さんに資産があるという話は聞いたことがない。そうですよ。外の預貯金があったはずです。さっきあの人には散々泣かされたって言いましたけど、この件もそうなんです。お金がないわけじゃないんですよ。昔何かで稼いだとかで、それなりのものは持っていたとか。なのに、そのお金を家庭に入れようとはしないんです。私だって飴玉一つ買ってもらったことはありません。生活が本当に苦しくて、母が寝ずに働いていても、そのお金を出してこようとはしない。そのくせ、何かは知らないんですが、他のことには使っている。毎年毎年、多額のお金を。母がそう嘆いてました。私、あんまり腹が立ったんで、一度罵ったことがあるんです。そしたらあの人、この金は自分のために使ってはいけない。自分がいい暮らしをしては申し訳が立たないって。そんな言い草ってありますか？母や私にどん底の生活を強いておいて、私が縁を切ろうと思ったのはその時なんです。意外な話だった。あの轟さんにそんな一面があったとは。寂れた団地暮らしで暮らしも質素。それに民生委員の堂本さんが言っていたではないか。生活保護の申請をしたと。
そんな人が資産家だったなんて驚きだ。そうそう、これは祖母が生前言ってたことなんですけどね。のりこさんがサバサバした口調で付け足した。あの人は戦争に行ってから人格が変わったそうですよ。お父様は戦争に行かれてたんですか？轟さんは82歳、確かにそういう年代だ。それが私も詳しくは知らないんだけど、軍人さんじゃなくて軍の研究機関っていうのかしら、そういうところにいたんですって。そういえば堂本さんからもそんなことを聞いたであります。小暮さんがうんうんと首を振った。そこで何の研究をしてたんでしょう？さあ何でしょう。あの人も決して教えてくれませんでしたので、昔のことは一切合切だけど、とにかくそこから帰ってきてから人が変わったようになっちゃったと。以前は快活で人望もあったようなんですよ。それが思い詰めたように沈んだ顔ばかりするようになって、よく言えばストイックって言うんでしょうけど、まるで楽しむことが罪悪だとでも言いたげに、全ての楽しみを捨てて。何があったんでしょう？さあ私には。のりこさんによると、轟さんは戦後はそこを辞め、当時の関係者との関わりも断ち、以降ずっと身を隠すようにひっそりと暮らしていたという。明らかにその研究機関とやらで何かがあったということだ。最後にもう一つ伺ってもよろしいですか？僕は話題を変えることにした。お父様は人間の髪の毛といったものに、なんて言いますか、執着のようなものはありませんでしたか？そう、これは今回の猟奇殺人、死体遺棄の犯人の特徴と見られていることだ。しかし典子さんは、さあと心当たりがない様子だった。しばらく首をかしげて考えていたが、ああそういえば、ああでもこれは執着とかそういうのとは違いますけど。僕と小暮さんは身を乗り出した。いえ違っていても構いません。何かあったのでしたら教えてください。はあ、これは私がまだ小さな頃の話なんですが、何が嫌だという話になった時に、確かあの人はごくりと大きな音を立てて小暮さんが唾を飲み込む。毛髪や爪が焼ける匂いがたまらなく嫌だって言ってたような覚えがありまして。焼ける匂いでありますか？はい。僕と小暮さんは当惑した顔を見合わせた。毛髪や爪が焼ける匂い、あ、ふと僕は思い当たったことがあった。どうもありがとうございました。お礼を言い、のりこさんと別れる。そしてすぐに携帯電話を取り出しボタンを押した。先輩、電話でありますか？ひとみさんに聞きたいことが、兄さんに聞きたいことが、新野さんに聞きたいことが、ひとみさんに聞きたいことが。目的の相手はすぐに出た。どうしたの、純也君？ちょっとお聞きしたいことがあるんですが、お時間大丈夫ですか？ええ、平気よ。ひとみさんは心よく返事をしてくれた。髪の毛を燃やすと嫌な匂いがするじゃないですか。あれの原因って何なんですか？ああ、それはね、毛の中に硫黄分が含まれているせいよ。硫黄が？詳しく説明すると、
毛髪はその80-90%がタンパク質なの。タンパク質にもいろいろと種類があるんだけど、毛髪の場合はケラチンと呼ばれるタンパク質が主成分となっているのよ。そのケラチンの中のシスチンというアミノ酸に硫黄分が含まれているの。毛髪を焼くと独特の匂いがするのは、その硫黄が燃えるからよ。硫黄は燃えないと匂いはしないんですか？そうね。実は硫黄は元から匂いのある鉱物だと思われがちだけど、そんなことはないのよ。燃焼させて二酸化硫黄になったり、空気中の水分や水素と反応して硫化水素が発生したりすると、あの匂いになるの。毛髪も燃やさないと匂わないでしょ。つまり轟さんは硫黄の匂いを嫌がっていたのか。確かにあれは少し嗅いだだけでも不快になる匂いだ。しかし冷静に考えて、毛髪や爪を燃やす場面に遭遇するなんて、そんなにあるのだろうか。少なくとも僕は典子さんが言うまで思い出すことすらなかった。わざわざ話題に出るってことは、轟さんは硫黄の燃える匂いにトラウマに近い思いを抱いていたのだろうか。そこに轟さんという人物を知るヒントがある気がする。でもそれが事件とどう関係するのか、そこまでは僕もわからなかった。団地近くに戻ってきて車を降りたところで、今日もばったり兄さんと優香さんに出会った。